無伴奏バイオリンソナタ1番 BWV セニー1の自筆フジェースバッハ楽譜は楽曲を演奏記号や符号などの記号によって書き表したものである。一般に西洋音楽に発祥したものを指すが世界の音楽において様々な楽譜が存在している。またこの記号化の規則を寄付法といい、楽譜を譜面と呼んだり単に歌と呼んだりもする。 天平尾尾枠小僧陰蔵楽譜は言葉を記録する文字と役割が似ているが文字が必ずしも朗読されることを目的として書かれるのでナイトの対照的に楽譜はほとんどの場合演奏されることによって目的が達成されるところが大きく異なる文字では筆記者の意図を書き記したものと語られている内容を書き取ったものとがあるのと同様に楽譜にも筆記者の意図を書き記したものと演奏を 書き取ったものがあり、楽譜の作られ方に若干の相違が生じる。また、音楽の記録のためには、音そのものを録音するという方法があり、この方法は、音楽の微細な表情を記録するのに非常に有効である。しかし、録音が演奏の記録に過ぎないのに対して、楽譜には音を使わずに読むことができるので、演奏しながら読むことができる。 演奏のための様々なヒントを記すことができる、時間の流れを超えて、視覚的に把握することができるといった特徴があり、録音にとって変わられるものではない。作曲においては、楽譜という形で記すことで、楽曲の全体の構成を整えたりするという、効用がある。また一方、楽譜を読み書きする技能は、作曲や演奏、歌唱には、絶対に、必須のものではないため、 楽譜が読み書きできない作曲家や演奏家、歌手は少なくない。エロルガーナーはジャズの名曲ミスティの作曲家として有名なピアノ演奏家だが独学でピアノ演奏を得得していたために楽譜の読み書きができず、ある日飛行機で移動する最中にふと頭に浮かんだメロディを知るすすべがなかった。彼は到着した先のホテルのピアノとテープレコーダーを急遽借りて、 演奏し録音することでメロディの防湿を防いだ逸話が残っている。5本の線を元にした五線寄付法による五線譜は西洋音楽発祥で現在最も広く用いられている。音高軸と時間軸と持った点グラフの一種と見なされる五線には音符や休符以外にも音符記号や表紙、調合、臨時記号、また文字を用いて示すものと それ以外のマークやシンボルによる演奏記号、言葉による標語などがある。これの発展した形には、クラウス・カール・ヒュープラーの楽譜のようにすべてのパラメーターを数段に分けて書いたものがある。完全に寄付できる反面演奏には極度の難解さを持っている。式大上のソーフフルスコア還元楽や吹奏楽など、合奏用の楽譜で各パートのすべての音が記載されているもの。 普通は指揮者用の A3 以上の大型スコアを指すが、作曲家や音楽学者の研究用にミニチュアスコアの方が多く、存在しないようは全く同じである。コンデンススコア奏符を見やすいように、ピアノでも弾けるようにまた指揮のレッスンでも使えるように、コンパクトにまとめたもの。ショパン作曲のピアノフライフ表と音記号、ヘオト記号の2段からなる楽譜。 奏夫をコンパクトにまとめたり、鍵盤楽器用の曲を記したりするときに使われる。パート不還元楽や吹奏楽など合奏用の楽譜で、それぞれのパートを演奏するのに必要な楽譜だけが抜き出してある楽譜。奏夫の対義語ヨーロッパには合唱の楽譜にも各パート譜があり、ボーカルスコアを使わないことが多い。ボーカルスコア声楽の含まれるオーケストラのフルスコアから、 オーケストラのパートをピアノに直したもの。声楽のためのパート譜として使ったり、声楽がピアノで練習するときに使う。リードシート原曲のメロディとコードネームとが書かれている単純な楽譜。ジャズなどのポピュラー音楽でアドリブ演奏をされることを目的としている。文字譜タブラチュア、オーフィーニカリラ、ミゲルデフウェニアナタブラチュア奏法ーーフと訳され、一般にはタブフと呼ぶ。 現在ではギターの奏法を示すために多く使われる。一線不明確な音程を持たない打楽器の寄付に用いる。明確な音程がない打楽器は必ず一線譜で寄付されるというわけではなく、音部記号を持たない五線譜で寄付されることもある。図形楽譜時間と音程を表した空間の中に線や幾何学図形などの図形で音を表す楽譜。芸術性のある。 視覚効果を狙ったものや固定した時間軸と音程軸で表した空間に長い視覚の図形を使い音を表したものまで様々。この手法を用いる作曲家としてはジョン・ケージやスティーブ・ライヒモトン・フェルドマンなどの前衛的音楽家が多い。ミティなどの電子音楽では細かい演奏データを忠実に再現できるために五線譜より精細な記法として 図形楽譜的な視覚化を行って作曲、編曲されることがある。ピアノロールは楽譜として見るよりも実際にピアノに押し込んで演奏させる演奏媒体として見られる。現在では図形楽譜を用いる目的は五千譜で表現できないパッセージや雑音のみを寄付する場合が多い。文字楽譜掲示の4分33秒やシュトックハウゼンの7つの日々の音楽のように 演奏すべき事柄をすべて文章によって記述した楽譜。絵による楽譜のように不確定要素が多く、演奏者の感性によって全く違う音楽がそうされる一種の即興音楽として見られる。無等寄付法、無等音楽メソッドをもとに作られた三本の寄線で表す楽譜であり、三線譜とも言う。音符記号は変化記号はなく音域は数字で表され、 国権の音にはそれぞれに独立した名称がついている。皇弱部博士西洋のネウマフに相当する。文化部原名プシャミセンや琴の楽譜は、一般に、楽器の演奏の仕方を書き記したタブラジアに、分類される楽譜で書かれる。原名や勘所名、双方、口シャミセンなどの昇化によって示される。ごく簡単な例は、例えば忍び絵楽譜三章。 尺八の楽譜古代ギリシャの楽譜文字フとは古代ギリシアで用いられた寄付法。歌詞の上に音光を文字で記す。オクシリンコスパピルスに現存する最古のキリスト教の成果とされる三位一体の成果がギリシア寄付法で記されていた。紀元前3世紀頃の石版にアポロンへの参加が刻まれており、参加の修行館に文字があり、楽譜を意味すると言われている。 紀元後3世紀頃にアリピオスがこれらの文字を一覧表にし古典ギリシアの寄付法を書き残している。ネウマフ9世紀頃、ネウマフによる最古の聖歌集が現れた。これはキリスト教をローマ典礼で用いられるグレゴリオ聖歌のためのもので、最初は左から右に曲線と直線のみで音の長さと高さを表していたが、 次に基準となる音程の位置を水平の線1本で表記するようになり、さらにそれが4本、5本となり、現代の楽譜と同じ形式になった。ちなみに、現代のカトリック教会で使用されるネウマフは音の高さを表す線が4本のものである。1025年頃、グイード・ダレッツォが4本の線の上に四角い音符を書くという現在の楽譜の表記法の原型を考案した。 ジョスカンデプレ、アデューメスアムール、ハーモニーチェムーシュケースアドヘカトンより、1501年、オッタビアーノ・ペトルーシによる印刷機械で印刷された楽譜が初めて登場したのは1473年のことで、これはヨハン・グーテンベルクによる活版印刷技術の開発から20年後にあたる。1501年にオッタビアーノ・ペトルーシが主に ジョスカン・デプレとハインリヒーザークの曲96曲を印刷して収録したハーモニー・ジェムーシケースアドヘカトンを発行した。ペトルーシュの印刷技法による楽譜は綺麗で読みやすかったが楽譜ができるまでに5000文字、音符の順に3度の印刷が必要となり時間も手間もかかる作業だった。1520年頃のロンドンで楽譜の印刷が1度の印刷でできるようになり、 1528年にフランスのピエール・アテニャンはこの技術を広めた。1575年にエリザベス一世がトーマス・タリスト・ウィリアム・バードに楽譜の独占印刷権を与えた。1596年にその期限が切れると独占権はトーマス・モーリーに渡った。楽譜の線が五本に落ち着いたのは17世紀に入ってからで、それまで教会の聖火隊は 音域が1オクターブなので4本。音域が広い鍵盤楽器は6本。時には7から8本にもなっていたが、イタリアのオペラ界で音楽による楽譜の違いを統一し、煩雑さをなくそうとする動きが出てからである。5本という数は人間が判別し、かつ様々な音楽を表記するには最も適した数だった。オペラ先進国のイタリアから世界に5千譜が広まった。 19世紀には音楽産業は楽譜印刷業界が担っていた。当時アメリカではティンパンアレーがその中心となっていた。20世紀に入ると蓄音機と録音した音楽に比重が移り、その動きを1920年代のラジオ放送開始が加速し、楽譜の出版は飽和を迎えた。そして次第に音楽産業は印刷業者からレコード業界へと移っていった。 20世紀後半から21世紀にかけては、楽譜をコンピュータで読み書きできる形にする技術の開発が盛んに行われ、いくつものシステムが開発された。その意味で、音楽データのデジタル転送企画である MIDI を利用した記録方式であるスタンダード MIDI ファイル等も、楽譜の系列に連なるものである。主にクラシック音楽を中心とした著作権が切れて、 パブリックドメインとなった楽譜のライブラリーをインターネット上に作る活動がある。従来、出版用の楽譜の作成は専門の社夫やが手作業で行っていたが、コンピューターの普及した現在は、そのような作業を行う楽譜作成ソフトウェアも様々なものが発売され、専門の業者から個人まで、その利用者は多い。その昔西洋において、学術の世界では、 ラテン語が公用語として用いられてきたように、旧来の西洋音楽においては、楽譜上に記す言語はイタリア語が公用語と規定されてきた。しかしながら、西洋音楽がイタリア優勢ではなくなり、楽譜中はイタリア語で、題名だけはドイツ語であったり、歌詞だけは英語であったり、多言語が反乱するようになっていった。また、作曲家が自分の母国語で落語をイタリア語に混在させることが、 多くなり、それがベートーベンに見られ、シューマンにおいては、もっと顕著になり、後の印象主義の時代には、作曲家が国柄をポリシーとして自負することも兼ねて、母国語を落語に使うことが普通のこととなり、古くからの一部の基本的な落語はイタリア語のままに存続しているものの、現在は多言語が混在したスタイルが定着している。日本の作曲家の場合には、 フランス音楽の影響を受けた。作曲家はフランス語系統で、ドイツ音楽の影響を受けた。作曲家はドイツ語系統で、どの影響を受けたことも表明したくない作曲家や、中立を表明したい作曲家は、英語系統もしくは、イタリア語で書き込むことが多い。どの場合も、イタリア語による基本的な落語に、各国語を混合させて書き込むが、作曲家が日本語を書き込むことは、 国際的な学譜読解の壁を避けるためにも、経営遠され、基本的に教育目的の学譜などに限られる。以下に挙げるサイトでは、パブリックドメインもしくは自由なライセンスの学譜を入手、可能である。著作権保護されているものについては、利用に際してはライセンスに基づいた、使用条件を守ることが求められる。合唱、昇歌、クラシック音楽など吹奏楽、器楽合奏など、 アメリカヨーロッパ一社提供の楽譜配信サイトは上記の出版社参照。ありがとうございます。